まあこの子の一般状態そこそこ食べて当日前日入ってなければ打てそうです。そういう状態、今ぐらいの状態なら、まあ、4日の日がそれぐらいなら打てそうな、うん、そうですね。前日入ってたらもうダメなんです。前日入ったら強いのはどういうのがいいですか。そういうことでね、わかります。あと血液検査で腎臓の数値だけってわかる、全部この間みたいに調べるんじゃなくて、ああ腎臓だけ、クレアチンとビン塩素、うん、まあ、ちょっと引っかかるところだけ、そう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 、それはできます。それできる、はい、それをモーちゃんにやってもらってもいい、うん、だだあ、うん、他の子ね、うちのもう一人の7歳の子ね、早くご飯食べた方がいいんだったら、もうご飯買い始めてるから慣れさせたいんだよね、ちょっとでも、もし数値がいってるんだったら一回血液検査をしてると思うんだけど、ちょっと吐くから、その子も吐くから、あのあれカモスタットちょっと見せて、カモスタット、おー、あまり多いとの面食なっちゃうから、なるべく少なくしておくんだけど、はい、永田さん、これで作ってみて、アンビューブルタワーがもうサプリとラクロス、カモスタット、手にされた兄ちゃん100のリースだ、これはもうちょっといいや、あと明日から軌道に行けよ、食べさせてみる、ああ秋はね、はい、KD キドニケア缶詰をちょっとじゅんぐりじゅんぐりでプラス WD で KD 缶をさ、じゃあ今度もしまだあるんだったらさ、ちゃんと分けてさ、ラップでくるんで、ラップでくるんでる、くるんでる、うん、20g ずつラップでくるんで、ただ冷凍ではなくて冷蔵庫に入れたから、うん、冷凍庫に入れる、うん、冷凍にして解凍してみてください、解凍は何で解凍する、解凍、自然解凍、自然解凍か電子レンジか、電子レンジだと温かくなると食べるのよ、匂いがなんか嫌なんだかしらか、うん、なるべく自然解凍、うん、冷蔵庫に入れといてもレンジすると嫌がるから、砂かけちゃうから、そうなの、砂粉も豊富だもん、マオちゃんね、そう7歳の子ね、そうそうそう、この子を、これちょっとすいませんね、この子の腎臓だけをちょっと調べてもらいたいなと思って、マオちゃんって真央ちゃん16年の2月で1.3なんだね、うん、変わらんと思うんだね、秋と多分、あ、でその前に15年は 1.で、うん、だこれね、正常は1ですからね、うん、猫ちゃんは、うんうん、でまあさ、先生によっては 1.3 も正常だっていう先生もいるんだけど、確かに、でも上がってきてるはずなんだよね、次にね、だからちょっとその血液検査で、はい、いいですよ、腎臓だけ、そうしたら、血液検査だけだったら4日の辺に連れてきちゃっても、で、まあ、いいですよ、いいですね、うん、それでまあその数字だったら別にご飯食べてきてても大丈夫、え、1.3 ならもう食べていいの、違う、あの違うよね、絶食して検査しなくても、うんうん、あ、それでいいってこと、普通に連れてきていい、絶食じゃなくてもいい、うん、要はああいう中性脂肪とかさ、この辺まで見ようと思うと、うん、絶食してないと、うんうんうん、上がっちゃうからさ、うん、本当の数字が出てこないんで、
でもクリアチンとか BN だけだったら、まあ別にあれですよ、うん、あのご飯が食べれるかどうかを知りたい。でも数値がいってるんだったらもう食べさせてきたいから。ほんで、一回止めます。